今日はですね、台風10号の特徴などを踏まえまして情報をお伝えしたいと思います。ボードお願いいたします。日々進路予想を見る中で刻々と、ね、情報も変わってきている中で、はい、皆さん思われたと思うんですよね。今回結構いろいろ変わってきたなという、まあ、朝起きたら昨日と違う、確かに確かにということもね、今回よくありました。もともと台風というのは自分自身ではなくて周りの環境でどのように進んでいくかというのが決まっていくものなんですよね。周りによって左右されるんですね、はい、で主な要素は台風周辺のこの3つなんですけども、ちょっと順を追って説明していきたいと思います、はい、まずは夏の高気圧ですね、日本の東から張り出して、まずこの夏の高気圧、時計回りです。この風の流れによって台風、あ、このままこう上がっていくかなという予想が先週早い段階では出てたんですけども、はい、実はこの夏の高気圧とさらにこの南の方にですね、こちらは今度一方で反時計回りの上空の渦、これによって西の方に引っ張られたという時点でまず皆さん結構驚かれたなというところだったと思います。そうそう、急に変わった感じがしたからね、はい、もう周りに左右されるんですね、台風というのは。え、中西みたいな感じ。私はちゃんと自分持ってますよ。周りの環境関係ないですよ。台風が自分持ってないとか、そういう話じゃないですか。そうです、進路が決まってるのは羨ましいと思います。失礼しました。そうなんです。でね、笑いが出ちゃうのやめてくださいよ。いや、でもいいと思います。やっぱりね、こう人間に例えると、うん、結構スッと入ってくるかなっていうところが、ね、いや私もそういう気持ちでお伝えしてますからね。はい、さすが。この上空の渦も最初はね、かなり影響強かったんですが、はい、もうなくなりました。で、この後一般的にはですね、偏西風といいまして、上空の強い西風によってこういう風な感じで東に向かうような進路を取るんですけども、偏西風ね、かなりまだ台風から離れてるんですね。なので今周りの環境、要するに台風を動かすものが周辺にない、だから進路も定まりにくいし、ゆっくりなの、押し進めるような風もないんでゆっくり、なるほど、いうあたりが現状です。でもあんなパワーがあるのになんでそこまで周りに影響されるのか不思議だよね。いや、それがね、自然界のこうやっぱり一つ、まあ面白いところでもあるんですが、まあそういった形で進路予想というのも成り立っているわけなんですね、周りの環境で。今年の梅雨で、さらには先日南海トラフ臨時情報もありましたので、災害に対する備え、皆さん基本的なところしっかりとされてきたと思うんですけども、さらに直前でもすぐにできる備え、ワンポイントアドバイスとしてお送りしたいと思います。3つの満タンです。台風が来る前にあるものを満タンにしておきましょうという3つのポイント、何だと思います？満タン、冷蔵庫、食料ね、まあ、食料の確保はいわゆる これまでの基本的な物、まあ、には入ってくるかなという、恥ずかしい、大事なんですよ。いや 今から進めるのも大事ですよ。 まだ時間ありますから、まだ今日はまだ準備できますから、はいはい、今できるというところでね、まあ、満タンというワードなので、満タンという言葉で使う場面といえば車のガソリン、あ、大事、これ大事だ。過去大きな災害が発生した後ですね、ガソリンスタンドに結構お客さんが集中しやすいという状況が過去あったので、早めに入れておきましょう。さらには情報収集、連絡大事ですね。スマホ用バッテリー、この満タンにしておきましょう。でさらには直前ですね、浴槽に水を溜めておきましょう。これ断水に備えてというところなので、まあ、ちょっと手を洗うとか生活用水に使うという時にはですね、非常に役立つものでありますので、まあ、本当にね、今すぐもう来るのは分かってますからね、泉さん、このあたりも進めていきたいですよね。そうですね、もう分かってることなので、早め早めにも動いてしまって備えてしまうのが一番いいと思います。そうですね、情報収集しながら備え万全で皆さんお願いいたします。以上、青天でした。